皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。フィルターメーカーの H&Y さんから新発売となりましたバランサー GND というですねフィルターをご紹介したいと思います。このフィルターの H&Y さんから新商品なんで使ってみてくださいということでしばらく使わせていただいたんですけども、使った感想は超初心者におすすめなフィルターでもありますし、使い込んでる人は使い込んでる人で今使っているフィルターワークに対してもう一つですね別のアプローチができるようになるフィルターです。今日はですねそんな二面性のあるこのバランサー GND についてご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。H&Y のフィルターについては以前にこういうですね動画を作ってますので、こちらもぜひ、見てみてください。このバランサー GND のお話をしますと、グラデーションがこうかかっているのが分かりますかね。他のフィルターと比べてみましょうか。今3枚フィルターが並んでますね。左からソフト GND フィルター、真ん中がリバース GND フィルターで一番右がバランサー GND になります。で、見ていただくと分かりますが、この下の部分っていうのはこの3つとも下の部分、ここのところはあまり ND フィルターがかかってないですね。で上に行くに従ってこうフィルターがかかっていくっていうような感じです。で、このリバース GND に関しては真ん中が一番濃くて上に行くに従って薄くなるという、そういう ND フィルターのグラデーションがかかってます。これらのフィルターはですね、例えば夕日とか朝焼けとかを撮影するときに空と、風景部分の気度差、明るさの差ですねが発生してしまって、地上風景をもっと映したいけど、そうすると空が白飛んでしまう、空の部分をきれいに映そうと思うと地上風景が黒つぶれしてしまうという、そういった一つの構図の中に発生する明るさの差をなくすために使用するんですね。でこれは ND フィルターですから、明るいところに ND をかけるということで、例えば、このフィルターだと下の部分にですね、暗くなっている風景部分を入れて上の部分に明るくなっている、空の部分を入れるというような使い方をします。もちろんこういうふうに反対に装着することもあって、例えば下の部分が明るい夜景で上が星とか、そういう使い方もできます。でこの3枚を見比べてみると、ソフトグラデーションフィルターは空の部分に ND フィルターの効果をかけたいんだけども、ちょっとこのなんていうの、地平線とか水平線のところに建物とかそういうのがある時にあんまりそこはかけたくないのに、そこから上をかけたいなっていう構造の時に使うものですね。で次にリバース GND フィルター、これは真ん中が一番濃いですね。で上に行くに従ってどん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 薄くなっていくと。でこれは例えば朝焼けとか夕日とかの時にこの一番濃いところに太陽があって上に行くに従ってだん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 薄くなっていくと。要はその水平線地平線の部分に明るさが一番集中しているようなところで使うのがこのリバース GND ですね。実際に使用する時はこの H&Y 純正のフィルターホルダーをつけて、このマグネットフィルターをパチッと取り付けます。で上下させるっていう感じですね。でこのバランサー GND をですね、よいしょ、他のフィルターと一緒に比較をしてみると、他のソフトグラデーションとかはこっから緩やかにかかってますよ。リバース GND はこっからパキッとかかってこっからかかりませんっていう感じなんですけど、どっからスタートしてるのか分かんないよっていう感じでこうずーっとこう上に行くにしたがってどん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  ND 濃度が濃くなっていくということで、境界線がはっきりしてないっていうのが特徴のフィルターになります。じゃあこれが一体どういう効果があるのかということで、2つの観点からご説明したいと思います。まず1つ目は初心者におすすめ、あまり深いことを考えなくていいフィルターです。つまり、通常のソフトグラデーションフィルターとかリバース GND とかは境界線をやっぱり見つけなきゃいけないわけですよ。でここから ND フィルターがかかる、ここからかかんないっていう境界線にびっちり合わせないと、変なところから ND フィルターがかかったりして、まあ変な感じになっちゃうんですよね。だからその境界線をちゃんとしっかりと合わせておかないといけないと。ND フィルターかかってほしくなかったのにかかっちゃったなみたいな時は、後でもう画像処理でなんとかするしかないっていうのが、まあ通常の角型フィルターの使い方ですね。でこのバランサー GND はですね、この境界線がはっきりしてません。上に行くに従ってどんどん ND フィルターの濃度が濃くなりますから、とりあえずパコってつけて境界線とか合わせる必要ないです。このままパシャッと取っちゃって大丈夫っていうフィルターですね。あとはこの上に行けば行くほどずらすほど ND の濃度が濃くなるので、この上下をして ND の濃さをこう調整すると。だから初心者の人はこの境界線をこう合わせるのにどれが合ってるんだろう、正しいんだろうっていうのが分かりづらいっていうところがあると思うんですけど、このフィルターの場合とりあえずパコッとはめて写真撮っちゃえば、とりあえず上半分はね境界線がない状態で写真がバシャッと撮れるので、お手軽に気度差を埋められるっていう特徴があります。だから最初に私このバランサー GND を最初に使って思ったのが、あ、なんか余計なこと考えなくてよくって結構お気軽楽ちんだなっていう感じの印象を持ちました。だから初めて角型フィルター使う人は、これ結構いいかもしれないですね。他のフィルター、ソフト GND とかリバース GND とかと掛け合わせることによって、より効果的に角型フィルターの ND の効果を高めることができるっていうんですかね。そういうフィルターだと思いました。まあ、バランサー GND っていう名前の通りですね、本当にバランスを取るっていうのが正しい表現のフィルターだと思います。まあ、例えば、まあ、どうやって実際使うかというと、こう ND このリバース GND に対してもう一個バランサー GND 整えるとか、もしくはソフトグラデーションフィルターに対してこのバランサー GND をこうパコッとはめてもうちょっと足りない部分を補うといった用途が2つ目です。バランサー GND のこの使い方は角型フィルターの扱いに慣れている上級者向けの使い方だと思います。だから本当に面白いフィルターだなっていうのはそこで、超初心者向けっていう一面とめちゃめちゃハイアマチュア向けの一面と、二面性があるフィルターなんですね。例えばこのソフトグラデーションフィルターと、バランサー GND、 これ似たようなグラデーションフィルターがかかってるんですけど、ソフト GND の方がここのかかり始めのところが結構きついんですね。でバランサー GND の方がこれが緩いという感じなんですよ。で、写真を見てみるとですね、まずこの写真なんですけど CPL フィルターで、下の革の反射を取ってます。CPL フィルターなしだとこういう状態で、 CPL フィルターありだとこういう状態になります。でこの写真見ると上の空の部分が非常に明るいですよね。これは手前の風景を出したいんだけど、手前の風景に露出を合わせると空が真っ白く飛んでしまうということで、まずソフト GND をかけます。はい、そうすると空のグラデーションを抑えられましたね。ただですね、もうちょっとこれ抑えたいなっていう時ありません？そういう時に、まあ同じソフトフィルター重ね掛けでもいいんですけども、ここのかかり始めがきついので結構ね境界線っぽいのが出ちゃうんですよ。だからそういう時はバランサーの方がいいと思います。バランサー GND をこれにかますとですね、こういう状態です。もうちょっと上も押さえて下ももうちょっと出したい。でも同じソフトグラデーションフィルター2枚重ね掛けだとちょっとなんか変な感じになるっていう時にバランサー GND かけると結構自然な仕上がりになるんですよね。まあ、もちろんソフト GND ぐらいまでかければあとね画像処理で何とかするっていうのができると思うんですけども、どうしてもそのハイライト落としてシャドウを上げるっていう行為になるじゃないですか。でその画像処理やると何ですかね、よく言えば HDR 感、悪く言えばイラストっぽさが出てくるんですよね。そういうイラストっぽさを出さずに HDR 感を出そうとすると、まあ、バランサー使うとちょうどいいのかなっていう感じがしました。はい、リバース GND の時ですね、端にかからないように端のすぐ上にこの境界線を持ってくるようなイメージっていう感じですかね。でそれで撮影した写真が、これがリバース GND のみを使った写真になります。これ橋の上からかかってるのが分かりますね。ちょっとね境界線っぽくなってます。でリバース GND とバランサー GND の組み合わせの場合は、このリバース GND のこの真ん中の境界線を目立たせにくくするという効果があると思います。このリバース GND にバランサー GND を加えた作例がこれです。ここの境界線が結構目立たなくなってるのが分かりますか。で結果的にバランサー GND で上半分のところが空の部分がさらにその ND 濃度が濃くなってますから、下の部分がより浮き上がってきたという感じになってます。画像処理でなんとかなるじゃんっていう意見もあると思うんですよ。実際、それもよくわかるんですけども、まあ悪い例からいくと、これ実際私の体験談なんですけどね、これバランサーなしありの写真ですね。でバランサーなしでいくと、まあここ明るさ取りたいじゃないですか。だからハイライトを下げますよね。はい、そうするとこう色が出てきました。で暗くなってきてるんで、まあその、はい、全体的にヒストグラムもこう左に寄ってる感じですね。だからもうちょっと中間値を真ん中にもうちょっと情報量を与えてあげたいなと思うので、シャドウを今度上げるんですね。そうするとこれよく言えば HDR 感、悪く言えばイラストっぽくなるっていうんですかね。こういうことが出てきてしまいます。でバランサ GND で整った写真を見ると、ハイライトを下げますよね。でもこれシャドウいじんなくていいじゃないですか。もう結構ふっくらしてね、ここで、さらに持ち上げてもいいんですけども、ちょっとイラストっぽさ出ますよね。これハイライト下げただけで、シャドウは上げる必要がないっていう感じですね。どうしてもそのシャドウを上げると、さっきの写真お見せするとですね、こういう感じでちょっと何ですか、明るい部分がねちょっと痩せ細ったような表現になるんですよ。これが HDR っぽいっちゃ HDR っぽいんですけど、これはもう好き嫌いになりますけどね。こういうのはちょっと嫌だな、イラストっぽくしたくないなって方は、やっぱちゃんと整えて、構図内の明るさを整えて、必要最低限の画像処理を行っていくのが、最も高画質になりますよね。この辺はね、写真や作風にもよりますので、ひとえに、これが絶対正しいとは言い切れないですけども、おそらくですね、こういう画像処理を私はしませんと、 JPEG 一発で表現したいですっていう方もいらっしゃると思うんですよ。そういう方にはバランサー GND と、他のグラデーションフィルターをこう掛け合わせて使うっていう使い方はめちゃめちゃ効果的なんじゃないかなと。こう余計なことを考えずに使えて、ちょっと複雑なフィルターワークを駆使した時も必ず登場するっていう感じのフィルターなので、結構使用頻度の高いフィルターになりますよね。今日は H&Y の新商品バランサー GND の紹介でございました。それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。バイバイ。